さあ、ということで始まりました頑張りマジックミュージックビデオ打ち上げ会でございます。ということでですね、ここからなやさんにですね一言いただきたいと思います。はい、ありがとうございます。さあ、ということでですね、皆さんお酒右手に持ってください。右手に持ってください。いいですか、いいですか。あ、待ってるの、お酒いっちゃって、もう先いっちゃって、先いっちゃってね。はい、なやさん、ここで余ってるお酒先にいただきます。あ、ありがとうございます。余ってるからね、うん、さあ、待ってこれで、ね、じゃあ場は整ったということでいいですか、いよりさん。大丈夫です。どうなんですか、大丈夫ですか。さあ、ということでなやさん一言いただきたいと思います。はい、はい、ということで改めまして、改めまして頑張りマジックファースト、はい、参加していただき、はい、どうもありがとうございます。みんなで、はい、ここで乾杯、よいしょー。あらー、悩まないって来たじゃあこのカメラに向かって一言いただきましょう。ミュージックビデオについてとね、今日集まってくれたみんなについて一言いただきましょう。なやちゃんね、はい、今回のね、ミュージックビデオ出てくれた人ね、みんな好きなの。でもね、それはないだろう、それはないだろう、それはないから、よく考えて、それはないだろう、ないだろう、よいしょよいしょ。さあ、ということでここでですね、一人一人ちょっとインタビューを伺いたいと思います。まずはどうですか、いよりさん、今回の PV についていや、最高最高でした。正直最高。お前見てもねえだろなんか出てないとか見てないとか言われてますけど、大丈夫ですか。いや、端の方に出てる。端の方に、なるほどなるほど、端の方に出てる。それを見えたやつっていうのは正解ってことですね。そうなるほどなるほど、今年一番の幸せをつかめるというそういうことですね。なるほどなるほど、ありがとうございます。夏も終わってないからまだ。なるほど、ありがとうございます。残暑残暑。じゃあ美咲ちゃんどうですか、PV についてなんだろう、まあ楽しかったですね。ありがとうございます。お、帰ります。さあ、ということで酒ヤクザ、酒ヤクザ、酒ヤクザ入ります。今年の夏は経験人数何人ぐらい、経験人数ですか。600人です600人です。ありがとうございます。さあ、石井さんどうですか。まあやっぱり語り始めたら3時間経っちゃうから、シンプルにまとめるね。くるみちゃんのケツ最高最高。それはないだろう、それはないだろう、それはないからよ、乾杯。それはないだろう、それはないだろう、それはないだろう、頑張って出た。営業パリピ、今の営業パリピだ。営業パリピ出た今これ YouTube に上がるかもしれないからと思って急にエンジンかかった人そのさっきまでの今日80杯目飲みもよいしょ飲みまーす。さあ、ということでここでですね、なんと我らがアイドルくるみさんにお話を聞きたいなさあ、どうですか今回のミュージックビデオの方は。まあ、よりと出れてよかった。言わされてる感がすごいなるほど出れてよかったと。で、一言何かお願いします。まあ、可愛いから何も言わなくて。あ、もう何も言わなくて。それだけありがとうございます。どうですか、けんちゃん。どうですか、今回のミュージックビデオについて。楽しかったし、めっちゃいい思い出になりました。ありがとう。それを見てるなやさんは、よいしょよいしょありがとうございます。近いんだよな、それは。俺の顔がでかい関係なく近いんですよね、やっぱりね。ありがとうございました、皆さん見ていただいて。今年はですね、一番最高のミュージックビデオになったんじゃないかと思います。でも次は冬、期待しててください。このね、みんなまた撮影で一緒に、いいですね。超やばいってことクズってことでしょ。クズ、はい、ありがとうございます。じゃあみんなで最後乾杯しますか。みんなのノミベーションの低さやばくないそれ、大丈夫いきます。じゃあ石井さん、またそうでしょ目が大きいやない。待って、ここ間を取って寄りにしよう。やっぱり石はもうやったでしょじゃあ全ては夏のせいってことで、はい、そう、夏のせい、はい、夏がそうさせた、夏がそうさせたはーい